聞こえたら教えてください。ツイートだけするから待って。みんなその間にアベマ TV つけて、イエーイ柏。おい待って待ってちょっとこれ今日そういえば上のハッシュタグ変えなきゃな。さすがにゼルツクにしよう。ゼルツク、ゼルツク、ミルアカ、町田、ゼルビアと。そんで持ってツイッター皆さんもだ。待ってね。あとミルワカでリツイートだけさせて。それでそしたらちょうど21時50分でしょ。ちょうど多分そんな感じがするのよ。ちょっと待ってね。きっともう終わる。リツイート、町田、ゼルビア、あったあった、町田、ゼルビア、あー、はい、オッケー。こんばんは、佐藤です。あいくん、コッキュン、二人とも昨日ありがとね。おやっかた、伊藤翔太さん、ゲッタムさん、さぐみさん、レポートもやって、柏レイソルくん、たこやぎさん、ラブさん、ガッさん、りょうすけくん、石川くん、さっきありがとね、石川くん。ということで、アベマつけてね。まゆさんこんばんは。マルシュさんこんばんは。そしてアーカイブ聞いていただいている方々、うまい具合にタイミング合わせて聞いてください。てか見てください。よろしくお願いします。なんだっけ？あと。あ、ロム線の方々もこんばんはでございます。見てね。手ので、なんだっけ？ゼルツクがあと残り8分、7分半とか、それぐらいで始まるかと思いますので、皆さんそれ同時視聴しましょうねってのと。あとは1時間後、ミルワカで、今日23時15分からフジテレビ系列で放送されます日本代表 VS パナーマ代表の、同時視聴配信やりますので、どうぞよろしくです。なんでこの配信は22時から22時半までの、ゼルツクの配信終わったら5分ぐらいで終わるかとは思います。すぐにね、もうそっちの準備始めなきゃいけないっていうのもあるので、どうぞよろしくです。そうっす。アベマで M リーグ見て、アキナさん可愛いってみんなで思う。見ろや。見てくれや。頼むから。おかげさんよろしくお願いします。もう、本当にね、もう物議を醸し出そう。
今日のやつはもう私はもうまた、まあまあ見るわけでやってることと一緒ですけどね。まあ今回はただ、なんか、まあまあまあ、ね。あとね、まあ後でまた言いますけど、あれですよ。アベマビデオの方でもいろいろ出るから、よろしくね。と、言っておきたい。ちっとうなのよ、マルトさん。マキナさんは優勝だと思ってます、私は。推しへの度がすぎる。いやー、相模原セレストも面白かったっすけどね、守備がすごく。そろそろ始まるわ。代表のスタメンもそろそろ発表されるわ。そんなタイミングやわ。まーさんは帰ってきたのかしら。さあどうなんでしょうね。さて皆さん、じゃあ、ちなみに今日夜中は配信しませんので、この枠のみです。ゼルツク枠のみです。ので、どうぞよろしくお願いします。なんだっけ。皆さん、今はちなみにいかがですか？いかがお過ごしですか？で、今週も皆さんお疲れ様でした。タコワダさん、こんばんはでございます。あ、ガンバね、あさってかもしれん。やらないの、やりません。やって、アミクシー。いや、ほんと真面目な話。終わるの、1時半やで。ミルワカのライブ配信。そっからはね、あれやって。あ、U19 はね、撮りたいね。水曜日の収録、昼の収録以降、マーさんとは全く何も連絡も取ってないので、今日発表されたものとかまださすがに撮ってないですから待っててくださいね。いや、メガテンもやりません。明日もあるので。で、あとね、そうな、あとね、なんだろう、まあ仕事はもう全部終わってるんでいいんですけど、そう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 、今日はもう何もやらん、今日はもう何もやらん。敵アミクは人の話聞いてない。一応ね、なんだっけ、明日、明後日とかで出る動画が、明日はゼルビアなんですよ。もう絶対、今日、ゼルツクがある以上、明日ゼルビアってのも決定なんですよ。もう1ヶ月以上、1ヶ月前からもう決めてたので、このタイミングでもゼルビアです。で、その次が、その次が、今日もし、まーさんが配信をちょっと15分とかでも時間くれるんだったら、U19撮って、そこ出したいなと思ってます。あとは、まだレビュー撮ってないんですよ。レビュー。でも資料作り終わってるから、レビューも撮りたいんだけど、さすがにね、日本代表戦2時間のライブ配信終わった後で、レビュー20分撮る時間くださいは、まさ死んじゃうと思うし、なんなら見てない可能性が、特大なので、レビューはもう来週だろうなとはちょっと思うとります。私は佐藤さん、こんばんは。なんでね、 U19 取るか、大分取るか、金沢取るか、まあもし可能ならレビュー取るかって、今4択の候補までは作ってあるから、どれか取りたいな。でもまあそれらと、まだ出してないガンバと、なんだガンバと琉球と、まあ明日出るそのゼルビアとかあるから、そこら辺が来週の多分水曜日ぐらいまでに、出ていく感じになるのかなとは思いますね。でも来週は来週でもう、だってすぐ試合あるもんね。11月の18あるから、まあまたね、ライブ配信でスカウティングやるのでね。えラブサンガさん。あとは、ぶっちゃけ明日、明後日に関しては、収録次第です。高木さん、多分チーム事情のはず。丸田さんの方は、
多分拒否の可能性が高そうだけど、あの各チームに無理はさせないって元から言ってんじゃないかなと思ってます、多分ね。ケイスケさん、佐田さん、リュウヤ君こんばんはでございます。クッツさんもこんばんはでございます。サキさんこんばんは、ティーさんもこんばんはでございます。まあムーはね、もうあの名古屋の台所事情に関してはな、もう、まあ、ボランチは足りてないんだけど、確かに。もう、またあれですね。ボランチとか言ってる場合じゃなくなったし、まあ、むしろ、ボランチと、まあ、センターバック1枚はどう考えても必要なんだけど、あとボランチ1枚。てか、それをキモトで代用しようとしてると思うんだけど、センター2枚いない限り無理でしょうね。ほんと。無理って、言われ、あれよ。チームとしてやっていくことがね。やっぱりフィッカデンティのサッカー考えると、彼らのチームセンターフォワードやっぱ重要なので、ウィンドウでしょうがないとか怪我でしょうがないはあるけど、やっぱ来年のこと考えたらね。で、あとこの間配信でも言って、この配信でも言ってましたけど、まあ ACL はもう確実に行かない方が良くなっちゃいましたね。これはもうそうした方が、いわゆる再来年とか2022、3、4につながっていくと思うから、まあまあ今年は4、5位ぐらいでもどうにかどうにかどうにかね。さあ、ゼルツク見よう。ゼルツク。ゼルツク。俺は、もう、俺はというかもう、ああ、小槌さんこんばんは。お、ラブさんがさ、いつもね、出してくれるもんね。嬉しいな。なんかそういう考え、しかも、いろんなチームのやってくれるとやっぱ嬉しい。わー、22時になったー。山助さんこんばんは。22時です。皆の衆、ゼルツクをというか、まずアベマを立ち上げてください。いやー、アベマや。間違えた。最初、いやー、うわ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 、あぶねー、何の音も入ってない、何の音も入ってないよ今のは。いるな、あいついたな今。まずここ見てください皆さん。ここがね、もうここですよ。いたわ。奥のやついたわ。ここがね、もう大爆笑でした。この質問を作ったのは私なんですけど、本当に申し訳ないなと思っちゃって、本当に。本当にね、土佐ゆきさんにはね、いろいろ喋りましたけど。もうみんなのコメント見て楽しみたい。本当に、ポポさんの、ポポさんの返しをちょっと見てほしいね。いるな。ケーゲラムさんこんばんは。私はちょっとね、無音にしなきゃいけないですからね、さすがに。これよ。いや、もうね、一瞬、顔面蒼白になるお姿はね、ちょっとね、見ていただきたいですね。データは大事だけどね。そう、見る分かで散々言及してる部分をポポさんはいろいろ言ってくれたから、ただこの後ですよ。
ねぶえさん、こんばんは。あの今目も取ってあのなんか書こうとしてたじゃないですか、首かしげて僕奥の方で、あれがあの何こう書いて出すぞっていうのをやろうとした結果、さすがです、やっぱりもう芸人さん素晴らしいです。あのそこでもうパッとお答えになってくれたのも素晴らしい回答してくださったのと、素晴らしくて本当ありがたかったですねあと後半で多分また出てくると思います。いや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 、いやいや、ねえ、まああとは多分すごいな、左の方。よしさん、こんばんは。あ、ついに神エビス部分外した。いや、共演してねえだろ、それは。共演してねえですよ。この、すげえな。そろそろあと代表の発表もありますね。丸ため。キヨチさん、こんばんは。おばんです、おばんばんです。チーズワンくん。下面まだかな。いいよ、トミックン。いや、すごいよね。何食ったらっていうのはちょっとあるな。サッカーボール。生活大変そうですよね、間違いなく。すげえな、ライブ配信で4600人ぐらい見てくれてるんですかこの番組。まあでもゼルツクさんはそれぐらいか。でもあー怖、もう後半が怖、もうコメントは見れません。私はももさん、よし来た。あ、板倉一列、え、あ、え、南のトップ、違う、シャドウ、違う、スリーだ、ごめんなさい、ゼルツク全然関係ない、スリーバックだ。
おとみ、おとみいなくない？おとみがいない。いや、わからんよ。まだわからんよ。みんなわからないよ。まだ上田直道フォワード説残ってるからね、まだ。まだわからない、まだわからない。お、ゼルビアキッチン。アミクがすごく喜んでいる。きっと今の里光さんが答えたってのがすごく嬉しかったんだろうな。嘘だよ。そうだよ、分かってるよ。どうする、本当に上田のセンターフォワードだった。すげえ、6000人超えた。いやでもさ、すごいのはさ、いやこのお二人すごいなと思う。平戸大輝出てこないよ、なかなか。お題付きの名前の由来、まれに見る、いつ、へえ、そうなんだ。いや確かにそうだな。ポーさん、なんか叫んでる感じの写真ですね。あら、ネブエ草野球見るに地上波出る意味あるか、なくないか。すげえな。え、すごくない？お、すごいね、今の。おー、いたって。これは勉強しないといけないでしょ。あれ？里光さん。あ、激レアさんね。いい、いい、いい。やる意味がない。もっと俺が何か名を成してからにしてくれ、せめて。真ん中のね、ガチですよね。で思えば31か。 IJ と中山前回使ったから、だからいいじゃん、パナマだよねえメキシコで出るから大丈夫だって。よく答えたな、早稲田大学 e スクール卒業なんて。今日はでも東京勢が多いですな、そう考えると。あのスタメンに入ったので言えば、門会。あ、やべえ、間違った、更新ボタン押しちゃった。
ハートソーフテンってどういう意味なんだろう。水木安藤のツイッターアカウント名。日向に熱中してる場合いろんな仕事やばい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 、強いぞ二人が。やばい、さと、あららららら、あと6問ってことは、ともすればもう次で決着つく可能性あるんですね、さとみつさんと今野さんは、これは。スキル、復活コータ在籍、6クラブ中3クラブ答え、これ。いや、こういう問題やりたいね。ミルワカクイズ。ミルワカクイズなんかさ、全国的にさ予選やってさ、井上マーと戦うみたいな、それも面白いんじゃないですか。ノーミルク佐藤 MC。 あ、ほ、もう決定じゃないですか、もうこれすげえな。372、勝ち上がってくる人とか出てきてほしいな。ミラカクイズっつって。ミラカグラビアクイーン決定戦でもいいですけどね。あら、準レギュラー獲得おめでとうございます。まさか里光破れる。努力が報われるはやっぱりいいことですね。で安藤瑞希はこういう問題が多いんだろう。水原トップでやった、キナさん、キナさん優勝だもん。これ今の問題あれね、井上真央の場合はやっぱりあれね、愛の不時着ね。その後がわからないから、その後5ヶ月間は全くわからないのはわかりませんけど。CM 明け来ますね。先に言うけどごめんなさいね、サポーターさん、いろんなゼルビアじゃないチームのサポーターさんたち、ほんとすいませんね、先に言いますけど。まあそう、まあまあいいんじゃないね。
あいつ来たな。あいつ出てきたな。おい、やめろ。YouTuber のノーミルクさんだ。牛がいただろ？いたな。今いたな。見るにー、やめてけれ。やめてけれ。期限付きだー。いや、そうなの、結構。いや、あのね、まあ、撮った時で考えたら10月なので、まあまあ、そこら辺は。一部に熱狂的なファンをだろう。でも君で君、あなた方がそうでありがとうございます。いつも本当にもそういっぱいいるのよね、レンタルが。まずすっごいレンタルがいるのよ。そして結構みんな主力なのよね。だからね、あれしなきゃいけないね。みんな帰っちゃうから。本当はレンタルってね、あの、一応タサポの方向けも一応含めてやっぱりね。レンタル加入組がめちゃくちゃ豪華よね。だここをどうにかしなきゃいけないよって話を全体的にはしてます。で、その中で今回は、あの、ここら辺がいいんじゃないかっていうのを主にお話させていただいてると思うので、見る2位を主に見て、ね、いただいて。見る2位は見なくていいや、でも。見る2位はいいです。見る2位は。見る2位。見る2位です。おぉ、大真面目に語る牛、そうだよ。でしょ？あの、超ちゃんと、ちゃんとというか、まあでも僕基本的にこれです。なんかいつものっぽいやつ来たね。いやー、ほんと楽しいね。あの、他のね、他のサポーターさんでも、こうね、楽しめるようにしたいなっていうやつ。はたなっか。いいじゃないか。ちょうどこれタイミングいいっすよね。代表戦のタイミングでこの話っていう風になるのも良かったなぁと私的には思うとります。視聴数1万超えてる、やった！イエーイ！やった！ 1 万人超えてるだなんて。高笑いする見るに。おすすめ？さあ、どういうことでしょうね。見る赤らしいでしょ。ここか。本当さ、親の顔より見たすらある。でも普段より豪華でしょ。ちゃんと書いてるよ、ちゃんと書いてるよ、いろいろいっぱい。ミルワカでも全部使おうから、全部俺作ったのよ。見覚えのあるシーンに安心する。
平川連れてきてゼルつく2ヶ月じゃあ社長ライトにしなきゃいけないでしょ。だからそんな人も注目してんだは必要じゃん、必要じゃん。私考えたのよ。私違うでしょ、乱用してない。それの方からずっと見てたんだよ、こちらとしても。これだから私10枚シート作ったので、これちなみに言うと10枚作ってます。全員が一体誰なのかは明日聞いてください。明日てかこの後になんかビデオ出るらしいんで、そっちで皆さん見てください。ぜひぜひ見ていただきたい。丸や。ええ。なんだなんだ。なんか問題でもあんのか？ここにあった。いや。いやです。イエーイ。イエーイ。レイソル出してみた。これちょっとそうよね。飲みたくない。グロと白が多いからね。笑ってるだろう。笑ってるな、いっぱい。これちゃんとね、ちゃんと明日配信のミルワーカーのゼルビア編でもちょっと話してるから聞いてね。もう覚悟の上なんだこっちだって。こっちさんはいけるよ。いや俺はね、これをマニアックじゃないと信じて生きてきたんですよ、皆さん。そして中3の話引っ張ってくる通常運転だと。ちさ、こんばんは。イエーイ。じゃあ、いやさ、ね、ごぞっとさん、やっぱ新潟の話とかもちょっとしたいじゃんね。帝京長岡の話をする人いないでしょ？やろうぜ。やっぱあいつ頭おかしいって言われてなんぼだと思って生きてきましたから、それはやっぱり思っていただきたい。私はやろうやろうね。そうなのよ。誰も思わないだろ、データ漫画に。イエーイ、ビデオ限定コンテンツ、イエーイ。U12 の話はしなかった。ただトイチとか谷本とかの話になってくると、ケヤキライムさん、それこそね、ケヤキライムさん、セレッソだから言えば、そこら辺になったら U12 の話するわ俺。イエーイイエーイ。何人見てた？結局めっちゃ言ってるじゃないですか。1万4000人ぐらい見てるじゃないですか。ミラクル上がります。明日上がります。一応マルさん後で見るわ絶対。イエイイエイ。え、めっちゃ行ったんじゃない？結構。僕は言いましたよ。
一応ここにいる方だけでもちょっと言っておきたいなと思いますけど、北海道コンサドーレ札幌、ガンバ大阪、セレッソ大阪、柏レイソル、ロアッソ熊本、川崎フロンターレ、サガン鳥栖、浦和レッズ、FC 東京、福島ユナイテッド、横浜 F マリノスの皆さん、ぜひ、ビデオ見てください。よろしくお願いしまーす。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アベマコメントに見る2体ボスマジちょっと俺コメントだけはさ、さすがにちょっとさ、俺も気にしすぎてもさすがに見れねえと思って。ありがとう杉田美沙さん。いやー、みんな助かった、ありがとう。キャーいやー助かった、ほんとほんとみんなのおかげ。いや、ありがとうございましたですわ、本当にもう。お、来た。よし。ちょ、みんな。で、これをして、何分あるんだろう。3、2、1、ほい。あ、みんなちょっと URL 届いたから、みんなにちょっと優先的に送るよ。コメントに強化部スカートに就任してくれて、やったー嬉しい。ちょっと URL 送れて、みんな。今、ルンルンだから。ルンルンだから URL 送るよ。ヘイヘイヘイ。ヘイヘイヘイ。やったぜ。あーもう、一番そこはさすがに緊張した。うわー、ほんとにもう、わー、ほんとにもう、ほんとにもう、わーだわ。ほんとにもう、ほんとにもう。ルンルン、いやほんとそうよ、さすがにそうよ、さすがにほんとそうよ。しかしクラスノリノリだ。見る上げた通常運転レベル、はい、ありがとう。あつさん、見る若を2人が何座ったり立ったり、マジでカメラでやったらこういうことになるってことですね。でもほんとそこら辺をだから全部やっていただいた形なので、いやー見てねー。平和くんさん、こんばんはでございます。ソニーね、ソニーソンプトレンドに見てるよ今、マルトさん。いやー皆さんそんな感じでございます。本当にもうありがとうございました。これはちょっと
いやちょっとツイートしとこ。宣伝宣伝。ちょっと待ってね。なんでだから揚げ。はい、なんで皆さんどうぞあのこちらを見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いしまーす。ということでございました。でちょっと駆け足にはなってしまうんですが、まあ、この後あのアフタートークとかはこの配信はございません。で先ほど冒頭でも言いました、今日は夜中深夜の配信も全部はございませんのですいません。なんですが今から24分後ですね、24分後から、ミルアカの、ライブ配信の方で、ミルアカのライブ配信の方で、本日行われます日本代表 VS、パナマ代表の試合の、副音声型同時視聴配信を行いたいと、行いますので、皆様ぜひそちらの方も、どうぞどうぞよろしくお願いいたしますでございます。一応ね、ゼルツクの方を見ていただいている方、見ていただいてた方、ちょっとツイートすれば、ミルアカの方でも。ジオ。待ってね。で、なんだっけ？で、代表が、スタメンだけちょっとチラッと、もしね、さっき見てなかったよって方いると思うんで、一応念のため言っておきたいと思いますが、代表戦、日本代表、ゴールキーパー、ゴンダ、センターバック3人ですね。おそらくですが、並び的にも、左、板倉、真ん中、吉田、右、上田、ダブルウィングバック、左、長友、右、室井屋、ボランチ2枚ですね。橋本健と柴崎岳。おそらくシャドウ、に三好&久保武。で、一番前に南ということになりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。じゃあまた、22分後ぐらいに、ミルクサッカーアカデミーの、日本代表 VS パナマ代表の、副音声型同時視聴配信の方でお会いできればと思います。ゼルツク。見てくださって本当にありがとうございました。そして一緒にね、こうやって楽しんでいただいて本当に、本当にありがとうございました。でもって、先ほど URL、チャット欄にも貼りましたけれども、ぜひ、そちらも、ビデオの方も見てください。よろしくお願いします。それでは。3。2、1。